楽器が増えれば増えるほど、あの機材が増えれば増えるほどお金かかっていくので、うん、でまあ、今日みたいなシンプルなのが一番、まあ、安上がりっていうかまあいつでもできるっていう感じで、今回ね、なんとなくあの、まあ、普通にさらっとやってみようかなっていう感じで、はい、最近一緒に始めた米木さんがやっぱり聞きどころじゃないかと思います。はい、そうですか。決まりますよ。振らないでください。ね、バンドの平均年齢をグッと上げていただいて、ありがとうございます。アダルトな感じになったでしょ。で、あの米木さんはやっぱり長いことね、あの日本のベース界を支えてるみたいなことで、まあ、そういう方にちょっと入っていただいて、まあ、普段大はしゃぎしてるような私たちをこう締めてもらうみたいな感じで、バンドサウンドが締まるといいなと思ってます。いや、俺とにかく感じたいなっていうことだけで、あのこういう方向から行ってみようとか、あんまりそういうことはね、なぜか思ったら俺真っ白なりたいな、そこから始めたいとか、逆明日の状態心面白いこと言うね。逆のページからなんですね。でもあの米木さんはあのやっぱりそういうところが狙わないっていうね、狙わずにこうあのやるっていうことを常に心がけてる、非常に日本では軽有な方だと思う。そうかね、うん、そう、うん、もういやそれがあのなんとかみんな口では言うけど、なかなかね、観念では分かるってこと、うん、そうそう、それがなんかちゃんとこうね、非常にもうそのものになっちゃってるから、まあ、生活そのものがね、そうかも、そっから出てくると思うんですよ。そこには私はあんまり立ち入らないんだけど、いや、めちゃくちゃ自然じゃないですか。そう、全てが自然体って感じでさ、それがやっぱ僕も尊敬するところですね。そんな立派な感じじゃない。そういう人がね、こうバンドでスタンドに立って真ん中にこういてくれると、なんかこうまあ、どうでもいいかみんな脱力っていう感じになっていいんじゃないかなと。あのだからピアノと彼女自身の距離がすごく近づいてきてるから、俺はすごくそれを感じるから、非常にあのなんつうの、嬉しいっていうか、よりこう出したい音を自然に出せるようになってるって素晴らしい感じなんじゃないですか。またね、近づけば近づくほどその彼女だけのこう音宇宙、ね、そういうものがだんだん、ね、自分に近づくからすごく深くなって横に広がるし、こう上へ広がるっていう、そういう感じですね。
暑い中大変ですけれども、最後まで楽しんでいってください。メンバー紹介します。ドラムス原大力、ベース米木屋敷、そしてピアノ鬼中子です。どうぞよろしくお願いします。
Thank you.
シオネキヤシシ、そしてピアノ西純子でした。どうもありがとうございました。Thank you.
ました。もう一度ドラムス原大力、ベース米木康、ピアノ大西中古でした。どうもありがとうございました。